はい、こんにちは。日本改革党靴澤です。今日午前中にですね、CT スキャン検査の結果聞きに行ったんですけれども、大丈夫でした。肺がんの検査ですね。2年間大丈夫なんで、次は半年ずつに CT 取りましょうってことになったんですけれども、やっぱり右肺の3分の1、上3分の1、右肺上葉ごと取っちゃったんで、右のですね、胸の空間が左よりも、まあ、7、8割小さい、3割ほど小さい、容量で、容積、体積で言ったら、もっと少ないんだろうなーっていう感じで、ですんで、私、右肩と右腰が凝っちゃって、なんか体がやっぱこうなってるんでしょうね。肺が、っていうか胸が右の方がちっちゃいんで、こうなってるんでしょうね。だから右肩とその、右腰の凝りが、ひどいんですけれども、まあ生きて、こうして生きていられて、全くもって幸せであります。運が良かった、私。区民健康診断で、ちょっとおかしいぞってことになって、豊島区民健康無料診断ね。運が良かった。で、さっさと、いい病院紹介してもらえて、田舎だとなかなかね、いい病院近くにないであるとか、行くの泊まりがけじゃないといけないとか、そんなのもありますんで、私、運が良かったな。ステージ3の B で、ギリギリ取れる、ところだって、見つけたし、私は運が良かったなって今でも思っております。選挙妨害容疑で機動隊付きガサ入れを食らった翼の党続報。メディアの取材に対し黒川代表、逮捕されても活動は続ける、我々のやっていることは表現の自由を守る行為だって言ったらしいであります。表現の自由守ってたかなちょっと疑問なんですけど、他者の表現の自由を妨害してなかったかって気がとってますんですけど、世論です。まあそういうしかないわな。言論の自由は妨害の自由じゃないよ。いい加減炎上売名商法飽きたな。今回の件で選挙活動中に他陣営に議論を吹っかけてはいけないみたいな法律ができるんか、どこがスポンサーなのか調べた方がいい。他人の自由を奪うのは表現の自由とは言わないわな。活動続けって言っても塀の中から凱旋できんやんけ。表現の自由も公共の福祉の前では無力だけどね。警察署内で暴れたのはまずかった。最高刑で懲役6年だそうだ。公民権停止になったらできないだろう。自由の行使には責任がついてくると。逮捕されたら活動できないけど、在宅起訴になるとか甘いことを考えてるんでしょうかね。捜査に機動隊がついた団体が在宅起訴になるかな、ならないんじゃないかな。だってこいつら暴力振るいそうっていうことで機動隊を持ってきてるわけで、その対処としてそういう風に見られてるとこが在宅起訴になるかな。翼の党は一連の妨害行為に動画投稿サイトなどに配信しており、警視庁は過激な映像で動画再生回数を伸ばしたと見ている。つまり広告収益目的って警視庁に思われてるみたいですよ。特定の党ばっかりじゃなくてですね、ところ構わず全方位に噛みついてから、別に崇高な信念とか理念とかなさそうだしね。これが立憲だけとか、立憲だけ妨害してたとか、維新だけ妨害してたとか、つきまとって、ただまだしも、その立憲の政策に不満があるからやったみたいな、そういう理由があると思われる。立憲だけに妨害に行った、ならまだしも、全方位噛みついてたからね。別に騒ぎりゃいいって思ってた節ありますよね。東京15区に立候補もしていた翼の党根本、良介って読むんですかね、これ良介。候補者以外の安倍のヤジが合法な時点で、候補者である俺らが違法なわけがない。まあ一般人、安倍総理にヤジ合法で、候補者だったんだから、
違法なわけがない、言っとるんですけど、安倍って呼び捨てにすんなっていう話、しばき隊をディスるのはやめなさいっていうしばき隊をディスるのはやめなさい世論です。いくらなんでも暴行はしてないだろう。パヨ困惑案件、 TBS が安倍へのやじを組織してたっけ。安倍首相に対する選挙妨害は一審では確かに言論の自由っていうことになったが、二審では選挙妨害を認める判決になったんだよ。誰がどう見ても選挙妨害だよ。ありゃあ安倍首相の選挙演説への妨害を立憲民主党や共産党が表現の自由だとか擁護したらこんなモンスターが生まれましたとさ。別に違法じゃなくても非常識な行動は叩かれるってのが社会ってもんだ。メディアの手のひら返しが本当に恥知らず、程度問題だろう。一線越えたら妨害と、安倍総理へのヤジは一審では表現の自由だったが二審でダメってなった、マスゴミがテレビが新聞が二審の結果全く報道しなかったので根本さんこれ知らなかったみたいですね、安倍総理の秋葉外線に行きましたけれども後ろの方に固まって拡声器も使わず静かなもんでしたよ、大きな風呂敷みたいなのを持ってたけどさ、5メーター×5メーターぐらいの安倍やめろなんて書いてあるやつは持ってたけどさ、テレビやしばき隊が固まってるところをズームして大勢いるように見せてたけどさ、少なくともしばき隊はですね運動員を突き倒したり電話ボックスに登ったりはしてなかった。拡声器も使ってなかった。周囲の圧倒的多数がですね、演説終わったらこいつらあれしたろって空気で、ピリピリしてました。しばき隊も怖かったんじゃないかな、気がついたら消えてたんで、安倍総理の演説中にですねテレビがいい映像を撮れたらカットって声がかかって静かに撤収したかもしれない。私らが演説聞いてる間に圧倒的多数がしばき隊に殴りかかるようなことにはなりませんでした。いつの間にかいなくなっておりました。根本さん言い訳始めてさすがに怖くなっちゃったんすかね、一般人がいいのに候補者はいいに決まってるって、候補者は一般人より行儀よくしなきゃダメじゃん。なんで一般人より暴れてんだ候補者なの。そんなこともわかんないのかなって、全くなって笑ってしまいますけど。共産党田村智子委員長、日米同盟破棄に向け世論を作っていくとネット配信で発言しました。まあこれは共産党の当選にもありますし、皇室打倒もうね、共産党の党勢、日米同盟破棄、自衛隊廃止、皇室打倒っていうとんでもない党勢考えてますけどね、世論です。できるもんならやってみな。大体案があるなら耳を傾けてくれるんじゃないの。ウクライナ侵攻は見えないの。破棄した後の安全保障を共産党は考えてんの。同盟破棄だと防衛費10倍だけどそれでいいの。世論を高める、高まらない、国民開閉のスイスになるのか、日米同盟より共産党のなくなる方が早いでしょ。どう考えてもさ、日米同盟なくなる前に共産党なくなるよ、その後はどうすんだ。ウイグルチベットみたいに中共の奴隷に日本をしたいんでしょうね。で自分らはさ奴隷の長として立場をもらって君臨すると、ウイグルもチベットも売国奴真っ先に始末されたんですけどね、世界中どこも失敗してる共産主義を自分らだけは実現できると思ってるし、自分は大丈夫っていう正当性バイアスが強すぎんだよな。田村委員長ぐらいになればですね無理だよなって思いつつも党員向けにポジショントークしてんのかもしれないですけどね、比例なんかなくしちまえって意見ありましたけれども、比例以外で当選している共産党議員を調べてみました。本当に比例をなくしたら共産党はどのぐらい減るのか、衆院10人中沖縄一区の赤峰って人が当選してました。衆議院議員はその一人だけ、あと9人は比例。参院11人中東京の山添キラ、埼玉の伊藤、京都の倉林って4人、が比例以外で、当選してました。衆議院議員1人、参議院議員4人、合計5人だった、比例以外で当選できている共産党議員。比例なくすとですね21人の共産党議員が
5人に減ります。なんと、半減以下ということで、いいなこれ。共産党と同じく我が国の癌の公明党についても調べてみました。衆議院議員32人中比例以外で当選してるのが9人、参議院27人中比例以外で当選してるのが14人ということで、衆参59人が23人に減ります。あとは比例だから、36人が比例だから、日本改革党のような弱小政党だと比例なくすとあのハードル超絶上がりますけれども、日本のためにはそれもいいかなって思えてきました。比例なんかない方がこういう共産とか公明とかいなくなっていいんじゃないかって思えてきました。おまけでですね、社民党も令和もなくなるしね、これは嬉しいおまけですね。川口市の奥の木市長、外国人児童、生徒の日本語指導の金くれ、文科省に要望書提出。外国人の仮放免を国が認めている以上、国が責任を持ってバックアップしてくれないと困る。現在1538人が日本語特別授業を受けているんだって、川口市で。大きな財政負担になっているだそうです。世論です。自分の金でやれアホ。川口市民はよくこいつを許してるな。なんで外国人のために税金使わなくちゃいけないんだよ。誰でこいつに投票したアホども。市長は在日反日活動家、先に日本人を救え。偽装難民クルド人、イスラム教徒なのに川でバーベキューしながら酒飲んでる。特別日本語指導を受けている外国人の7割が中国人、1割がクルド人だそうで、そもそもクルド人学校に、来ない、行かない、義務教育はですね、生徒1人当たり年間約80万円の税金が投入されてる、いわば恩恵なんですよね。政府にですね、外国人を義務教育する義務ないから、希望者だけ、義務教育してやるよ、小学校通わしてやるっていうことになってます。なんとか条約でですね、希望者には義務教育してやって、お互いにさっていうことになってまして、一人の子供を大事に育てる中国人は希望してんでしょうね。いきなりトルコの山岳地帯からですね、川口市に来たクルド人は親世代も小学生程度の教育しか持ってない、もちろん学校にも行ってません。そんな親たちにですね、子供学校に行かせなくちゃっていう考えもなく、平日の昼間から公園などでクルド人の子供たむろしてんだって。国が責任を持ってバックアップを、そもそも行政に日本を指導する義務や義理あんのかと、知らねえよって済む話じゃねえの。ほっといて、それともあの少数者に配慮できる私かっこいいって自己陶酔欲求に負けて日本語を教えてあげなくちゃってことになってんすかね。日本人の子供がさ、アメリカの公立学校に行ってさ、特別に英語指導してもらえると思えないんですよね、私。日本人の子供がさ、フランスの公立学校に行ってよ、まあ、私立ならいざ知らず、特別フランス語指導、授業してもらえると思えないんだよね、私にはですね。なんで看護師やってんの。本人たちが困るだけなんだから、ほっとけばいいだろ。それに日本に来てくれって頼んでねえよね、こっちはね。あっちで勝手に来て勝手に居ついてんだよね。ほっとけばいいじゃん。金かかるし。外国人も暮らしやすい街づくりとか、寝ぼけてた市長ですかね、奥の木は。バカの木って呼んでますけど、川口市の日本人は今後も希望持てませんね、こいつが市長でいるうちはね。今日の単身、日本政府、インドネシアの都市鉄道整備に1400円の円借款を決定。日本政府が1400億円を利子付きでインドネシアに貸すと、その金で日本企業が鉄道を作ると、っていうもんで、何の断らですね、インドネシアをかました利益誘導なんですけどね、実は。日本政府は後で金返してもらえるし、日本企業は潤うし、そういうものなんですけれども、これあれでしょ、岸田総理の弟、岸田武雄が出稼ぎインドネシア人の窓口の会社やってる絡みでしょ、どうせ。この太郎は日本大使だし、小泉進次郎の嫁の滝川クリステルは財団通して太陽光発電やってるし、
自民党はもうあの利権ファーストの会って名前変えたら利権ばっかり、国家公務員採用試験の応募者数が過去最低、一般職総合職ともに過去最低、一般職は前年度比マイナス 7.9%、 女性応募者の割合は 42.5% で過去最高だそうであります。公務員の応募が少ないイコール好景気に起こるって現象だそうなんですけど、なんか景気いい感じ全くないんですけどね。仕事できたり人当たりが良かったりすると自民党がスカウトしたり、国家公務員ね、有能だと転職したり独立したり引き抜かれたりがあるみたいであります、企業から。さらには周囲に羨ましがられる職なので、まあ財務省に勤めてますなんていうとかっこいいからね。親兄弟の期待、友人たちの期待に負けてですね、過酷でも嫌でもやめられず突発的な自殺も実は多いらしいですね。これその他の大企業にも多いんだって。三菱銀行に勤めてますとか、まあいいなって思われるようなとこですよ。三菱商事に勤めてますとかなんていうとね、周囲からいいなってね、親からも期待されて、兄弟からも友達からも、で辞めるっていう選択肢ない、自分でもそんな辞めるなんてとんでもなく思って、過酷でも辛くても相談もできず、そんないいとこは勤めてて何言ってんだって言われちゃうね。で突発的な自殺多いんだって、大企業も。外国人観光客で激混み、ゴミ問題に悩む富士登山を人数制限することになりました。山梨県は入山料2000円徴収することになりました。2000円じゃ安すぎる、制限にならない、足かせにならないっていう意見が多かったであります。外国からわざわざ来たいってはそのぐらいの金額じゃ登るの諦めないでしょうね。予約枠3000に当日申し込み枠1000人の合計4000人1日に人数制限する計画なんですけれども、なんか予約の権利がね転売されそうな予感しかしないんだよね。メルカリでいついつの富士山登山入山券、売りますかって、70代後半の母親がクソ氏の独り言を見ていて驚いた。親戚の60代夫婦の家に泊まりに行ったらずっとアニメばっかり見ていて驚いた。定年後の父親が異世界ものにハマった。うちの74歳はゆるキャンとコナンが好き。80過ぎの母もずっとコナン見てる。うちのジジババはキンカムや鬼滅とか普通に見てる。キンカムってなんすか、わかんないな。ゴールデンカムイのことかな、キンカム。俺ももうすぐ70だけど鬼滅見てる。記事の結論なんですけど、テレビがつまんないんで高齢者層もアニメを見るようになったのでは、で記事の結論でした。試験ですけど、高齢者が突然アニメ見出したんじゃなくて、アニメ見てた人たちが高齢者になったんじゃねえの。岡田斗司夫さん、オタキング、岡田斗司夫さんも60代半ばだもんね。鉄腕アトムモノクロ版、1961年放送開始、63年前。この時10歳だった人は73歳になってるわけでして、エイトマンモノクロ版、1963年放送開始、黄金バット、1967年放送開始、56年前。黄金バットコウモリだけが知っているだけだ。サイボーグ009 1968年、ルパン三世1971年、53年前。そうなの。キューティーハニー51年前、魔女っ子めぐちゃん50年前。そうなの。ヤマト47年前、スリーライン46年前、ガンダム45年前。そうなの。もう45年も経っちゃったの。私はあんまりハマらなかったんですけど、ガンダム、同級生はハマってるやつ多かったから、やっぱガンダムドンピシャ世代なんだろうな。あと10年もすればその世代も、60代なので、高齢者のアニメ寄せじゃなくてアニメファンの高齢化が正しいんじゃないかな。テレビがつまんないからっていう部分には異論は全然ないですけどね。アニメぐらいしか見るもんねーいう話、私も D アニメは
毎晩のように見ておりますけれども毎回毎回更新だから毎週毎週やっぱね、あの1日1本ぐらいは見るやつありますからね。2、30本あのシーズンごとに出ますけれども、今見てんのはまあいいか、そんなことは。チャンネル登録よろしくお願いいたします。デトックスジャパン。